中心的役割を果たしたベルランガスペイン映画芸術科学アカデミーはスペイン映画の普及促進と発展を目的とする組織。1986年に設立されスペインで最も著名な映画賞であるゴヤ賞を主催しているほかアカデミー外国語映画賞スペイン代表作品を選出しているスペイン映画芸術科学アカデミーの起源は 1985年11月12日に、マドリードのオパソレストランで行われた会合に由来する。映画プロデューサーのアルフレードを待たすによって13人の映画人が会合に集まり、スペイン映画産業が置かれた状況について議論した。この会合に集まったのは、上記の13人であり、スペイン映画の普及促進と映画人の支援を目的とした組織の設立が構想された。 数ヶ月の1986年1月8日、スペイン映画芸術科学アカデミーが公式に設立された。初代会長には、プロデューサー、監督、脚本家のホセ・マリア・ゴンサーレスイコール・シンデが就任した。1987年には、ゴヤ賞を設立し、フェルナンド・フェルナン・ゴメス監督のエルビア・ヘイエー・ニング・ナ・パルテを作品賞に選出した。 フェルナンドレイ、アイタナ・サンチェス・ギヨン、マリーサ・パレデス、メルセデス・サン・ピエトロなど、俳優が会長を務めた時期もあった。2006年には、初代会長の娘である、アンヘレス・ゴンサーレスイコール・シンデが、会長に就任し、エンリケ・ウルビスが副会長に就任した。アンヘレス・ゴンサーレスイコール・シンデは2009年から2011年まで、スペイン文化大臣を務めている。2009年には、 アレックス・デライ・グレシアが会長に就任したが、映画の違法ダウンロードに関する、シンデホートの意見の相違から、2011年の五夜賞、受賞式後に退任した。2011年には、エンリケ・ゴンサーレス・マチョが会長に就任し、2014年には、ゴンサーレス・マチョが再選された。2015年には、アントニオ・レッシネスが会長に就任した。 2018年から会長を務めるマリアアノ・バロス祖1986年よりスペイン映画の発展に貢献した人物を称えるためにオックスゴールドメダルが授与されている。ありがとうございます。